皆さんこんにちは。京都鉄道博物館です。当博物館では鉄道の歴史や文化を通して様々なことを学んでいただける博物館です。地域と文化拠点として、見る触る体験するをテーマに、学校や地域いろんな施設と連携し、学びの場として皆さんに楽しんでいただける施設を目指しております。今回は京都環境フェスティバル2022に参加されている皆様に、京都鉄道博物館で実施している SDGs の学習プログラムをご案内させていただきます。現在の鉄道は電気を使ってモーターを回して走行する電車が主流です。自動車やトラックなどエンジンで走行する乗り物と比べると二酸化炭素の排出量はとても少なくなっています。 SDGs というのはこのようなエネルギー問題以外にも様々な問題に取り組んでいくものです。当館の SDGs プログラムでは SDGs の掲げる目標に対して皆様の身近にある鉄道というものを通じてどのように考え、どのように向き合っていくのかということを学んでいただくことができます。そうすることによって SDGs に対する理解を深め、皆様自身の暮らしにも役立てていってもらいたいと思っています。この動画では京都環境フェスティバル2022のメインテーマでもある脱炭素について鉄道と SDGs の関係を中心にご紹介したいと思います。最後までご覧ください。皆様こんにちは。今から京都鉄道博物館で学校団体様向けに実施している SDGs 初級編というプログラムをご案内します。館内ではこちらのワークシートをお配りしておりますので、実際に当館にお越しの際は今回のご案内をヒントにワークシートに挑戦してみてください。では最初に質問です。皆さんは電車に乗ったことはありますか？次に SDGs って知っていますか？今日は今言った鉄道と SDGs の関係について考えてもらいたいと思います。まず SDGs についてです。すでによく知っている方もおさらいのつもりで聞いてくださいね。 SDGs は持続可能な開発目標のことです。未来のみんな、私たちが今みたいに暮らせるために環境を壊したり資源を全部使ったりせず、そして今の生活をさらに良くするためにもこうしようという目標が世界共通で17個作られています。日本だけでなく世界中のさまざまな問題を解決するためのものです。皆さん、お家にいる時のことを考えてみてください。誰もいない部屋の電灯、エアコンやテレビをつけっぱなしにしていませんか？これらの不要な電気を使わないことで、まずエネルギーの消費を減らせます。そして日本の発電の多くは火力発電なので化石燃料の消費を減らし、二酸化炭素の排出量も減らせます。私たちが意識できるエコの一つですが、このことは SDGs のどの目標と関係があるでしょうか？エネルギーの消費を減らすことによって発電のための資源消費を抑えることができます。これは7番のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにが当てはまります。さらに燃料を燃やすときに出る温室効果ガスでもある二酸化炭素を削減できるので、13番の気候変動に具体的な対策をが当てはまります。このように電気の節約が地球環境にどんな影響を与えるのか考えて行動するということが、12番の作る責任、使う責任の使う責任に当てはまります。では環境のことを考えて電気は使わない方がいいというような偏った考え方にならないためにも SDGs の考え方が大切です。ずっと今のような暮らしを続けていけるようにみんなで取り組むことが SDGs と言えます。では SDGs と鉄道はどんな関係があるでしょうか？ワークシートをご覧ください。
この左にいるキャラクターが鉄道を開業したことによってと言っていますね。今までなかった鉄道が新しく誕生した。それによって長距離を早く楽に移動できるようになった。人や物の移動が活発になってあちこちの町が発展した。荷物を一気にたくさん運べるようになったとあります。そしてその横にはいくつか SDGs のアイコンが書かれています。鉄道が誕生したことは SDGs のどのマークと関係があるかちょっと考えてみたいと思います。長距離を早く楽に移動できるようになったというのは、車がない時代、それまで徒歩や馬で命の危機を感じながら何日もかけて長距離移動していたものが数十分、数時間で安全に移動できるようになりました。それは SDGs の17の目標とつながっているのか考えてみましょう。例えば私だったら、日本全国に鉄道が広がっていくことを考えると、8番の働きがいも経済成長もが当てはまるかと思います。また鉄道をもっと早くて便利にしようと考えるようになったという意味では、9番の産業と技術革新の基盤を作ろうという目標もつながっていると言えます。人や物の移動が活発になってあちこちの街が発展したは、それまで大変だった長距離移動が早くて楽に移動できるようになったため、人や物が行き来しやすくなりました。それは SDGs の17のどの目標とつながってますでしょうか。ちょっと考えてみてください。1番貧困をなくそう、2番飢餓をゼロにはどうでしょう。鉄道が開通することによって徒歩では困難な山奥の村にも多くの人や物が届くようになりました。もし凶作で農作物が収穫できなくても他の地域から運ぶことができます。そういった意味で1と2の目標ともつながりがあると言えます。このように SDGs というものが全くなかった時代から発展してきた鉄道も SDGs17 の目標と関連付けて考えてみると、多くの問題解決に貢献していることがわかります。京都鉄道博物館では、鉄道がこれまでどんな形で発展してきたかをさまざまな視点から紹介していますので、博物館に展示しているものから SDGs について考えることにチャレンジしてください。こちらのワークシート内には各問題ごとにヒントが書かれています。この展示が館内のどこにあるか書いています。写真も参考にしてください。この展示にたどり着いたら、展示を読んで91の穴埋めをしてください。その次の9には、この展示と関係があると思う SDGs の目標はどれかを考えて丸をつけてみてください。キャラクターがヒントをつぶやいています。展示場にも同じキャラクターが書かれたパネルがあるので見てみてください。どんな考え方をしても OK です。でもその考え方を人に伝えられるように考えてください。思いついたことはメモ欄に書いてもいいと思います。通常の SDGs プログラム初級編はここで終わりですが、京都環境フェスティバル2022にご参加の皆様には、特別に SDGs を考える展示エリアもいくつかご紹介します。まずは脱炭素を含めた鉄道の環境への取り組みを紹介する展示をご覧ください。こちらは本館1階にあります環境への取り組みのコーナーです。ここでは省エネルギー、省資源、自然地域共生の3つの取り組みについて解説をしています。鉄道は自動車や航空機に比べて少ないエネルギーで多くの乗客を運ぶことができる環境に優しい交通機関です。少ないエネルギーで運ぶことができるということは、二酸化炭素の排出も少なくなり、化石燃料の消費も少なくなるということです。また車両だけでなく、省エネルギーの設備の開発に積極的に取り組んだり、
駅やオフィスなどでそういった設備を使用することで、鉄道会社全体で省エネルギーに取り組んでいます。省エネルギーに対する取り組み一つだけとって SDGs の17の目標と照らし合わせてみると、7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、9産業と技術革新の基盤を作ろう、13気候変動に具体的な対策をと、少なくとも3つの目標に貢献していると言えます。こういった観点から、省エネルギー以外の小資源自然地域共生の解説もご覧になって、 SDGs ワークシートに挑戦してみてください。こちらは本館2階にあります物を運ぶというコーナーで、鉄道による貨物輸送についての展示です。鉄道の貨物輸送というと、皆さんも身の回りで見かけることはあまりないと思いますので、馴染みが薄いかもしれません。これは鉄道貨物が長距離を大量に運ぶような機関輸送を担っているからです。東海道本線内の貨物輸送を例にとると、1本の貨物列車で650トンの荷物を運ぶことができます。これは10トントラックに換算すると65台分の量になります。これによってトラックの走行による燃料消費を削減し、省エネルギーに貢献します。輸送単位あたりの二酸化炭素排出量がトラックに比べると約10分の1となるというデータもあり、脱炭素にも貢献しています。というように、環境への取り組みコーナーと同じように SDGs の17の目標と照らし合わせてみると、7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、13気候変動に具体的な対策を、という2つが当てはまりますね。さらにこちらのコーナーで他の展示にも目を向けると、 SDGs の他の目標に貢献している事柄も見つけられることができますので、実際にご来館して探してみてくださいね。皆様には SDGs プログラム初級編の一部をご紹介しました。ワークシートでは環境や鉄道貨物以外にも、鉄道の駅で考える SDGs や JR だけでなく関西の鉄道全般で考える SDGs など、脱炭素のような環境問題以外の目標について学ぶことができます。京都鉄道博物館にご来館の際には、ぜひこのワークシートに挑戦してください。ワークシートは本館1階インフォメーション前に置いていますので、自由にお取りください。この動画をご覧になった方ならば、きっとつらさ回答できるはずです。当館の詳しい情報につきましては、ホームページをご覧ください。また、学校団体様向けにご用意している4つの SDGs の学習プログラムについても、ホームページに詳しい情報が載っています。あなたに合った SDGs 学習プログラム診断もありますので、ぜひご覧ください。もちろん、京都鉄道博物館は SDGs などの学びだけではありません。間近で見学できる54両の実物車両、たくさんの体験展示、鉄道ジオラマの演出運転や、毎日運行されている蒸気機関車牽引による SL スチーム号の体験乗車など、楽しめる要素が盛りだくさんです。楽しみ方は人それぞれ、誰でも楽しめるのが京都鉄道博物館です。皆様のご来館お待ちしています。最後までご覧いただきありがとうございました。